どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。全部合わせてこんにちは、こんにちは、こんにちはでございます。今回はですね、ある母子家庭の人の話なんですけれども、その母子家庭でお子さんが5人いるんですね、この人は、でも大体今想像つくと思うんですけれども、母子家庭で子供が5人、この人は生活保護なんじゃないかなって思った人たちいますよね。まさにその通りでございます。まあ、で、ただ、この母子家庭の生活保護の家庭の特殊な事情が一個あるんですけど、父親が全員違うんですよ。はい。全員違います。はい。要は5人の男性の親が、まあ、いますよ。父親だからね。これが全部違うの。で、これ全部母子なんですよ。はい。っていう話をしていきたいと思います。内情ね。はい。で、この動画、まあ、動画をね、まず、見ていただいた方、ありがとうございます。もう開いていただけるだけでありがたいですよ、本当に。で、コメントで、あと、高評価ボタンちょこっと押していただくとともにですね、あと、聞き流しで、全然大丈夫ですからね。音声だけで楽しんでいただくっていうのも一つのものなので、ただ私、たまにこうちょっと文字入れてみたりとか、することもあるので、それを楽しんでいただく方は、まあ、それはそれでいいなと思いますが、中身で勝負。うん。はい。ぜひですね、他の動画どこに行ったかわからなくなる前にチャンネル登録もしていただければと思いますので、よろしくお願いします。あと、話し系のところじゃないけど、ショートでタッパーベントやってるんでね、それもタッパーベントの方がね、再生数全然多いんだよな。まあいいや。あ、すげえ美味しいんだけどね、今日うなぎ食べたな。うん、うなぎと鶏丼にしてみました。はい、あれ美味しかったです。はい、まあいいや、それはそれで、ちょっと1分もないんだけどね、見ていただければいいかなと思います。じゃあ行きますよ、今回はね。はい。どういうことかっていうと、まあ、もともと結婚してたわけですよ、誰かとは。で、私が、引き継いだんですよ、その人。エリアが変わったんでね、その担当地区が変わるんで。したら、私が担当した時になった時、時点ではもう子供が5人いるんです。で、もう、生活保護を受けてたわけです、もっとも。私が受ける、担当する前から。で、途中妊娠もしてるんですよ。で、生活状況を確認するわけです、台帳でね。生活保護って、台帳ってこう、このファイルになってるんですよ。それで過去の、もう何年も前、もう、場合によっちゃもう20年、30年前の、記録なんかも、その最終記録とかで重要なこととかは、取っといたんですよ。ただ、5年間、なんつうかな、要は、決まってるんですよ。公務員の中の、まあ、要は、書類関係の保存期間っていうのが決まってるので、そこの、ケース台帳ってあるんですよね。生活保護って。で、その台帳が倉庫にババ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 バって、こう、ああいう順でこう、ダーって、あったりとか、あとは、まあ、福祉事務所によっては、その、番号順にあったりとかして、こう、並べ替えたりするんですけどね。で、これがダーッつって。で、多い人だと、この台帳が、通常一冊で終わんないんです。長い人は。もう何回も訪問行ったり、なんか資料がバカ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 追加されるんだよ。だからもう、5冊、6冊ぐらいになって、ガーッと収まる人もいるんですよ。うん。で、保存するんで。で、それを5年に1回廃棄したり、10年に1回廃棄したりって言って、文書の種類によって廃棄期間って決まってるんですよ。うん、で、この人はもう、だからもう10年ぐらい前からもう生活保護なんですけど、で、だから途中産んでるんですよ。で、生活履歴で、もう1回改めて言います。そうすると、最初結婚しました。で、子供できました、1人で。したら、別れます。で、連れ子になるじゃないですか。で、結婚するんですよ。うん。割と短い間で結婚するんですよ。で、子供生まれるんですよ。それで、で、二人でしょ今度は。で、こう別れちゃう。でしょ、うん。で、また、二人連れ子なんです。で、これ結婚するのまた。また。で、三人目、うん。で、別れちゃう。うん。で、次。結婚しないで、子供作っちゃう。四人目。うん。だ、別れちゃう。で、また付き合うんですよ。で、結婚しないんですよ。で、五人目作っちゃう。で、別れちゃう。だから、最初の二人は結婚してるんですよ。なんだけど、結婚して、別れて結婚して、最初の3人目までは結婚してない。で、別れちゃって。で、子供作っちゃ別れてしてる。ただ、この男たち、ちょっとだけ偉くて、ちょっとだけね、養育費払うんですよ。だから5人分養育費もらってるわけです。じゃあ10万円もらってんのよ。
10万円で1人なんか2万ずつもらってたんですよね。うん、で養育費ね、ちゃんと振り込まれんの。これ、まあ偉くないっすか？うん。で、これ、あとただ不思議なのが、俺これすごいなと思ったんですけど、みんな父親違うじゃないですか。だけど生まれてくる子供全部男の子なんですよ。なんかすごくないですか？ 5 人子供いれば1人ぐらい女の子っていうこともあるんじゃないかと思うじゃないですか。全部男の子なんですよ。なんだか知らないけど。だから、男の子5人、父親5人いて、まあ別に名前では5人いて、その本人が母子家庭で1人だけ女性なんです。ええ。だいわゆる10人の男性に囲まれて男1人ってことですよ。すごいなって、男に囲まれた女みたいな感じですよね、ある意味ね。で、みんな男の子なの。で、養育費もらうんですよ、10万円。それで、6人世帯で、じゃあ毎月ね、10万円は入ってきますと。6人世帯って、最低生活費結構いくんですよ。だから10万円養育費もらってても、この本人が、まあまあもらわないと、まあ、20万ぐらいはね、でも20万ぐらい稼げるじゃないですか、正社員で行けば。でもこの人、口々に言ってたんですけど、私は物が溢れてる生活を常にしてきたんですって言って。なので、私、なんか、これ全然関係ない話みたいじゃないですか。私は物が溢れてる生活じゃないと満足ができないんですって言うんですよ。じゃあ、別に物を溢れてる生活するために働けばいいじゃないですか。でもね、この人、もう生活保護病なんだな。造語だよ。あのね、生活保護の生活に慣れちゃうと、要は何もしなくても大きなお金が手に入るんですよ。で、これね、母子家庭の人は、別に、いや、全然批判覚悟で言いますよ。母子家庭って、お金を、もらえるんですよ、たくさん。いろいろあると思いますよ。母子家庭だから、ね、働くのが、要は、一つの車輪じゃん。夫婦ってのは二つの車輪で動けるから、旦那が働いてて、で、奥さんも働いてたら、二つの収入源がある。でも離婚して母子家庭だったら、この男側の、要は配偶者からの収入がないんだから、通常の夫婦よりも収入が少ないって思うかもしれないです。なんですけど、よくよく考えてみたら、そもそも、もともとは夫婦じゃなくて一人なんですよ、人って。人って一人じゃん。自分で仕事して自分でその稼いだお金でやっていくわけだから。で、ね、じゃあ消費者が子供が一人いるわけだから大変だ。二人分の生活費を、ね、一人で養わなきゃいけないっていうのが、母子家庭の人の言い分でもあるんですよ。なんだけど、じゃあ逆に考えたら、じゃあ専業主婦だったとするじゃないですか。で、子供もいますと。でも旦那さん一人です。ってことは一人分で稼いでるってことなんだよ。うん。そういうことじゃないですか。だから、じゃあ旦那さん大変なはずじゃん、これだったら。でも今は結局、今はっていうか専業主婦の歴史ってのはかなり短いのでっていう話なんですけど、母子家庭大変、母子家庭大変、母子家庭大変って言うんかもしれないですけど、母子家庭にしろ、父子家庭にしろ、通常の独身女性よりも手当出てますからね、子供の分って言って。じゃあ子供がお金かかるんだから、大変なんだよって言ったりとか、あと子育てが大変なんだよって言ったりするんですけど、それはさ、しょうがないんじゃねえかっていう話なんですよ。で、大変なんじゃないの？うん。で、じゃあ世の中のね、これからの日本を支える若者をね、子供をやってんだから偉いかって言ったら、果たしてそうかねっていう話になってくるんですよ。うん。だって、この子供が、じゃあ立派に育って、ね、この世の中に対して、じゃあ全部還元するかって言ったら、それはわからないわけですよ。で、結局はまず自分が生き抜くことで必死になるじゃん。で、親にやるわけでしょ？で、まあ税金っていう風にガンガン取られてくっていうのもあるんですけど、ね。じゃあ、子供を産まないで、子育てに使う金、はずの金を所得で使って消費してたら一緒じゃんっていう話。だから、独身女性だって、独身男性だって、母子よりは偉いとは、偉くない偉いとかそういうことじゃないの。うん。そういうことじゃなくて、みんな必死で生きてんだから、母子が大変だとか言うなって話なんですよ。なんか、ちょっと、いびつだと思う。その母子が大変だとか、子育てしてると偉いみたいな、なんか、そう、風潮あるんですけど、関係ないじゃん。そんなのは、人は生きてて世界人口は増えてんだからさ、ね？だから、日本人だからどうだろうって話じゃないわけ、ちょっと、それ話が脱線しちゃったんですけど、で、こいつの場合は、こいつって言っちゃったわ。
まあ、通称、じゃあ、なんていうかな、仮名で、アキちゃんでいいか。うん、アキちゃんでいいや。うん、アキちゃんはね、みんな違うんですよ。で、生活保護病になったってのは何かっていうと、自分が何もしなくても、大金を得ることができるっていうことが分かっちゃったんですよ。単身世帯で生活保護になった場合っていうのは、まあまあ、少ない金額じゃないですか。東京都23区で15万ぐらいなんですよ。家賃扶助入れてね。自分で使えるお金が、まあ、7、8万とかになるわけですよね。まあ、10万切っちゃうかな。でも、母子家庭で、児童扶養加算とか、まあ、加算がついてやると、6人世帯ですよ。6人世帯です。で、非課税です。税金とかかからないです。で、そうするとね、いくらぐらいもらえるかな、計算しちゃうか、今。あのね、結構な金額って、これ、すべての手取りだからね。うん。っていうのがあるので、ちょっと待って、だから、計算しちゃえばいいんだよな、だからな。うん。ね。だから、だから、その人がいたのは、要は中学生、小学生で、で、2歳児とかいたんですよ。で、これすげえよ。本当に。で、3人いたかな。で、1人でしょ。そう。で、アキちゃんもね、1人でしょ。これやばいよね、っていう話なんですよ。で、そうするとね、そうすると何が起きるかって言ったら、要は、サラリーマンとして働いてた時に、この金額が、じゃあ、もらえんのかっていう話なんですよ。単身世帯で、家賃手当ってらさ、自分の手元には見えないお金じゃないですか。ね？要は、大家さんに直接支払っちゃうんで。ね、だから、そうすると見えないんで、わかんないわけですよ。じゃあ、うちこんな少ないな、つって。でも、今の6人世帯でいくらもらえるかって言ったら、東京都23区で、なんと驚け。びっくりするな。手取りで、379,890円です。これやばいっしょ。やばくないっすか。手取りだよ。手取り。ってことは、で、住宅税、75,000円で、何か言ったら、もしサラリーマンで手取りで38万近くのお金を稼ごうとしたら、月給で、だいたい50万ぐらい。そうすると年収で600万とかだよ。年収600万のサラリーマンってさ、今、結構、少ないよね。高給取りですよ、割合。地方で言ったら、もう部長クラスとかです。地方で言ったらですよ。地方ね。だから、まあ、茨城県とか栃木県とかさ、あとは、群馬県とかもそうか。千葉県だとどうかな。埼玉県じゃもうちょっと上がってっからね。でも静岡とか山梨とかさ、場合によっちゃ宮城県とかでもあれじゃない？部長クラスとかになるんじゃないですか？ 600 万とかって言ったら。ね。で、それを、毎月、働かないでもらえるっすよ。もらえたら、いや、使うから、なくなっちゃうんだよっていう、異論はあると思います。でも、とは言ったって、結局、そのお金が、通帳に入るんですよ。働かなくても。で、働いて、じゃあそのお金稼ごうとしたらさ、無理じゃん。無理でしょ。で、養育費が10万円入ってくるので、だからそこからの10万マイナスだけど、28万とかが入ってくるわけ。つまり何を言ったいかっていうと、男作って、子供を産めば、生活保護費が上がるっていう感じなんですよ。で、そうすると、就労指導がされなくなるんですよ。楽じゃん。そうすると。これが生活保護病です。で、その父親が全部違うんだけど、私は母子で頑張ってますって言って。で、相手がなんか、まあ、要はさ、勝てば官軍じゃないですけど、別れた男性側は親権取ってないんで、何でも言えるんですよ。母親の方は。そしたら、ひどい人で子供作って逃げたとか言うんだよ。言うの。
うん。だけどさ、よくよく考えてみ、子供4人が、最後の男性なんかさ、子供4人がいる母子家庭の人と、その人と結婚しようと思う男性の方たち。あと、まあ、女性も含めてだけど、ね、例えば女性からしてみてたらするよ。そしたら、父子家庭だとこの男の人が。でも全部母親が違うって言ったら男とさ、家庭築こうと思います？なんかちょっとやばいやつじゃねって思わないですか？だって、いやだから、前のね、旦那さんの連れ子っていうのはあるよ。うん。でも全部違うんだぜ。全部違うんだよ。全部違うんすよ。なんだかわけわかんないじゃん。で、しかもこの4人をさ、ね、育てなきゃいけないなっていう風なのあったら結婚しないって、普通に。したら、まあ、ちょっと遊びでね、付き合ってて、で、子供できちゃったっつって。ってなるんですよ。うん。で、じゃあこの人どなたかなんですよ。じゃあどなたか。うん。まずね、あれを取ったんですよね。旧ヘルパー2級。介護職員初任者研修を取ったんですよ。で、これ講習だけで受けられるんで、取れるんで。で、これで、月給が20万ちょっとになったんですよね。うん。あれが入ったっけ。養育費が。で、これで30ちょっと。でもね、足んないの。もう最低生活費が高すぎて、母子家庭だから。もうね、全然足んなくて。で、そうと、仕事するじゃないですか。で、ある程度収入認定するわけですよ。で、7割認定っていうのがあるんで、まあ、6万ぐらいが手元に残りますと。そうすると、10万でしょ？そう、6万入りました。で、そうすると16万になるじゃないですか。で、じゃあそこの収入認定して、で、14万の部分を今度引いて、で、そうすると38万から14引いたら、どうなんだ？ 24 か、うん。そうすると合計この人の総所得っていうのは40を超えてくるわけですよ。うん。すごいよね。44ぐらいなの。そうするとどうすかっつったら、もう、手取り45とかになったらさ、ものすごくない？ものすごいっすよね。お金、だから普通のサラリーマンよりすごい高いんですよ。で、そんな生活しちゃうんですよ。でも、この人はね、仕事辞めちゃいました。その後。うん。1年で辞めちゃいましたね。なんでかって言ったら、その仕事やると手元に6万しか残らないんですよ。うん。いいですか？ 6 万も残ると思うじゃないですか。でも6万しか残らないんです、この人は。働かなければ、そのまんま、手取りで38、9万残るんですよ。ね？で、働けば44ぐらいになる。44、5になるんですよ。でも、もうさ、その、働くと8時間降るじゃないですか。で、介護系の仕事なんて辛いじゃないですか。で、髪の色とかも、まあ、やっぱいろいろ制限が多いんですよ。で、この人って、まあ、割合、遊んできた人なんで、で、その1年辞めました。したら、もうね、辞めた途端に金髪。全部金髪。ネイルやって。ブランドのバッグ買って。うん、派手な格好してる。うん。で、車乗ってる。俺より金あんな。あのね、こう母子家庭で大量の子供を産んでると、地方公務員よりで、ね、金があるという謎の現象が起きます。ほんとね、なんじゃこりゃってこと起きるんですよ。子供がいるっていうだけで、子供がいて、生活保護を受けてるってだけで、収入はどんどん上がってくるんで、生活保護を受けると。そうすると、福祉事務所の職員たちより全然給料が上がるという、給料っていうか、給料じゃないんですけどね。手取りのお金ですよ。これが、上がるという謎の現象が起きるんですよ。その人たちのためにさ、いろんな団体とかもあって、みんな、サラリー、世の中サラリーもそうじゃない。ないですか？みんな働いてるじゃないですか、頑張って。で、公務員たちも働いてるわけですよ。頑張ってるんですよ。働いてるんですよ。にもかかわらず何もしないで、まあ、こんなことじゃないですけど、子供作る行為をしてるだけの人たちの方が、子供ができました。で、日中子供たちとね、子育てを楽しんでますっていう人の方が、公務員とかサラリーマンよりも、給料が高くなるという謎の現象が起きるんですよ。これはどうですかね。で、しかも全部お父親違うんだぜ。いや、これ見たときにね、なんじゃこりゃって思っちゃったっすよね。
なんじゃこりゃだよ、うん、っていう話なんだ、で、まあ、じゃあこのアキちゃん、うん、なんかあったら、まあ男性が今度は彼ができないんですよ、なかなか。まあさすがに子供こんにもいてるのあんのかな。あとは、まあ、2歳のねお子さんがいたりするとちょっと外出られなかったりする。そしたらね、来ました、誘惑が来ました。こんなのだよ私でも、どうですか、ご飯行きませんかとか。だからそういう人なんだよな結局このアキちゃんって、なので、おととい来やがれって言っちゃいましたね、その時は。笑いながらね、おととい来やがれでございますって。まずは自立することだけを真剣に考えていただいて、すべてが税金でございますので、どうにかしましょうよアキちゃんってね言って、したらうーんって言って、こうやってね、いつもね、こうね、髪にクルクルしながらこうやってやるのか、うーんってトップ見てね。で、これ、あ、余談なんですけど、特別すごい美人ってわけじゃないんですよ、うん、すごい美人とかってわけじゃないんですけど、なんだかわかんない、普通なんですよ、本当に普通なんですよ、うん、普通なんですけど、好きだらけなんです。まあ要はもっとゲスな言い方すると、まあ寝れそうなんですよ、簡単に、で、まあ要は寝れそうなんです。で、別にスタイルがすごいいいとかそういうわけじゃなくて、まあ普通体型なんですよ。もう好きだらけです。完全に寝れそうなんです。で、可もなく不可もなくなんですよ。もう普通です。ただなんか背は高かったですよね。背は高かったです。で、まあ普通です。まあそういう人が、まあ普通に手が届く人と、まあだから寝るんじゃないですかね。で、それで子供作るんかなって話ですね。でね、なんだかさ、なんか、会うんだよな、駅で。最近駅で会うんで思い出したんですよね。で、駅で何すんかなと思ったら、駅にいるだけなんですよ。何してんだろ、この人みたいな感じ。電車乗るわけじゃない。駅で見る。駅のコンビニで見るんです。なんかね、よくわかんないな、あの人ね。で、それで思い出しました。で、もう子供も大きくなってきたんだろうね。もう高校生とかなのかな、あれから言って。もっと経ってっか。もっと経ってるな。うん。もう大学行かねえか。な、うん。まあそんな感じなんですよね。なのでね、もう父親がね、5人全部違うっていう母子家庭の話です。ほんとさ、ちょっとさ、母子優遇しすぎじゃねえんかな。だって1人当たり4万6000とか1人入ってくんだよ。で、母子家庭大変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 って言うんですけど、ちょっと優遇しすぎだと思いますよ。だって離婚率上がるよ、そんなのやってたら。で、あとだから本当不死に持ってるのがありますし、そのまあいいや、ちょっと過去動画でも言いましたけど、母子家庭って生活の不一致じゃないですか。大体別れたりとか、まあ、DV とかね、まあ、いろいろ意見あると思うんですけど、その自分が大変っていうのはやめよう。会わない旦那さんと耐えている奥、まあ、女性の方で、しかも2人で働いてるって言って納税してる、これが一番偉いんじゃない、うん、ね、さすがにさ、5人もの男っていうのはちょっといかんぜよ。はい、まあ、そんな感じで動画にさせていただきました。最後まで聞いていただいてありがとうございます。ではですね、ぜひチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。じゃあね、バイバーイ。